ここにありますのは、後の時代ではありますが、司馬遷の史記という中国の歴史書に書かれたこの時代の王朝と王の名前であります。もちろん伝説ではあるのですが、最近のさまざまな調査研究によって司馬遷の史記に書かれていることをはじめとするさまざまな伝説が、決して荒唐無稽なことではなく、かなり史実を的確に反映しているということが分かりつつあります。この夏商周の王朝につきましては、その起源は伝説の上では黄色い皇帝、皇帝という人から分かれたというふうになっております。そして伝説の行という人でありますとか、宇という人でありますとか、そういう徳の高い人がその王の地位を継承しているのですが、その段階を経てこの宇という伝説の上では治水を行い農業生産のレベルを非常に上げたと伝えられている方を祖先として夏王朝ですね、その他の方を起源とする周王朝や殷王朝、これは小王朝というものですが、そういう王朝もありますが、この伝説の行とか宇とかいう人たちの次から、その特定の氏族の中で王位が継承される王朝が始まり、それが東アジアの初期の国家の成立に連なったと考えられます。